ということで皆さんこんばんは。こんにちは。おはようございます。社内からお届けしてるんですけど、この新型ノアが納車されて早くも6ヶ月が経ちました。早っ、そんな経つんや。そうなんです。で、6ヶ月点検もね、無事終了して特に問題ないというところで、今走行距離がね、7320キロに。え、どうなんそれ、すごい。まあ半年で7320キロは結構多い方やと思う。いやけど師匠が生まれてからやからな。これはやっぱ我が家からしたら少ない方なんじゃないでしょうか。そうやな、もうフルでかっ飛ばしてたら多分1万キロ余裕で超えてる。いってんな。うん、割とセーブして7320キロということでね、まあ、結構よく走ったんじゃないでしょうか。ということで、6ヶ月のレビューをしていきたいと思います。はい、まず、感想からいきます。走るの走る感想するかいやいやとにかくいい。これに尽きるね。初めてのハイブリッド車でもあったわけですけど、このハイブリッド車がね、結構良かった。あの発進がスムーズやったりとか、あと静かやったりとか、そういうなんかちょっとしたところなんですけど、そこら辺の乗り心地がね、すごく良かった。あとまあ燃費がいいのと、そして何よりこの家族3人で乗ってもあり余るこのゆとりのあるスペース。荷物だけは乗んもんな。そう、荷物が乗るし、なおかつ結構ね、長距離も走っても、あの苦じゃないというところでね、トータルとしてはすごく良かった。なるほど。どうでしたか。どうでしたか。できひんそれ。あ、違う、印象変や。あ、でどうでしたかって。ちびっ子がおる。ちびっ子がおるからもちろんファミリーかやしいねんけど、多分2人やだけやったとしても良かったと思う。そう、車中泊できるし、で長距離運転するのにやっぱり快適な車がいいっていうのと、なんていうのやろ、大型車結構運転するの苦手な、自分でも運転しやすいなってすごい思ったから。確かにすぐ慣れてたもんね。あ、そうそう、慣れるの早かった。大きい割に運転しやすいっていうのと、あと後ろの広さがとにかく広い。6ヶ月乗ってみて、ここで手放すところやけど、普通の旅やったら普通の旅やったらもうお別れしますどこの動画するところやけど すぐお別れするから、ね、そう、すぐお別れするから。で、新しい車購入しましたって行くところやけど、これは手放したくないなって思ってる。確かにって思ってるぐらいいい車です。いい車です。あの内装とかもね、そんなにあの派手ではなく、確かにシンプルな感じが、それもまた良かった。基本的にね、あの黒しか使われてないから変にギラギラしてないというか。ここからはですね、オプション、オプション結構いろいろつけたんで、今やから思うこととかあるんじゃない、オプションについて。めちゃくちゃある、オプションについて今やから思うこと。一応このメーカーオプションとディーラーオプションみたいな2種類あって、どっちかがメーカーオプションの方が、購入時にしかつけられへんみたいな。だからこれをね、逃すともう購入してからはつけれないっていう脅しがかかってるんで、かなり。これは今もなん。今も。あ、そうなんや。なんで、ここはね、結構慎重に選びました。うん、で、慎重に選んだ結果ね、ほぼ全部ついてるような状態になっちゃいました。快適パッケージと、あとテレビ、CD、DVD デッキ、で、ATC ユニットとトヨタチームメイトって言われるやつと、ディスプレイオーディオプラス、と、この色ですね、色、白色にするのもあのオプションになっているということで、この6個ですね、つきました。なるほど。結論から申し上げると、メーカーオプションに関してはほとんどいらなかったんじゃないかなと思います。なんで？最初購入するときはやっぱつけたいやん。多分もう一回購入するってなっても多分つけたいってなると思うねんけど、結果的にせっかく買うんやったらみたいな。例えばこの自動駐車する機能があるんですけど、この自動駐車もね、結局1回も使ってません。やろうと思って何回かショッピングモールとかでなやっていけど、もう後ろも詰まるしなんかもうそれどころじゃないやな。それどころじゃないな。なんか後ろ詰まったら早く駐車しなあかんっていう思いもあるし、でこれ任せたら任せたでなんか車にぶつかりそうになるし、なったりな。そう、そういうのでね、結局1回も使ってません。で、この自動駐車のね、機能をつけるのに他いろいろなオプションをつけないといけないんですよね。ね、めっちゃ迷ったんじゃん。めっちゃ迷った。これでもね、1個つけたらもう全部つけないといけない
ていうようなシステムだから、もうつけるかつけへんかで迷うっていう感じ。つけへんのやったら全部つけへんっていう感じになるから、うん、このトヨタチームメイトっていうのをつけるのに、パノラマビューモニター360度見れるよみたいなモニターもつけないといけないし、バックガイドモニターとか、うん、で、これにねアドバンスドドライブっていう渋滞支援とかも入ってます、うん、とさっき言ったアドバンスドパークと、うん、パーキングサポートブレーキっていう、うん、これらを含めたプランになってるんで、どれか一つだけっていうのは無理なんだ、ね、なるほどね。そう、まあ、この渋滞支援とかもね欲しかったから、うん、結果つけたっていう話なんですけど、うん、渋滞支援に関しても使ってみて分かったのが、で渋滞するポイントって大体分岐になってるの、なってる高速道路の、うんうん、結局手動で運転しないといけないでもマジでゴールデンウィークとかの意味わからん渋滞は便利やけどっていうことね、ようわからん渋滞あるやん、ようわからん渋滞ある、直線やのにめっちゃ渋滞してるみたいな、時は使えると思う。レーダークルーズっていう自動運転、いわゆる自動運転みたいな機能は元からついてるんですよね、うん、でそれに渋滞支援をつけるかつけないかみたいな話なんで、うん、渋滞支援は別になくても困らない。分かった、じゃあもうお盆休み行くわ、もうわざと渋滞ハマりにこのオプションの価値を高めるために、うん、行くしかないよな、うん、ハマりに行こう、うん、ハマりに行くよ3人で、うん、なごめんな。さらに言うとね、今言った機能をつけるのにブラインドスポットモニター、うん、BMS って言われるやつと、うん、降車安心降車アシストっていうのもついてるんですよね、うん、右から車来たよって言って黄色に光るやつ、はい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 、これは全然何のためにあるかよくわからん。高速乗ってさ、うん、気づいてんけどさ、ほとんどの車これ最近なってるかな。乗ってる、知らんかってんけど。だからみんなつけてるってことなんやろ、オプションで。みんなつけてるっていうことなんやけど、個人的にはなくても別に困らないと思います。うん、うん、で、安心降車アシストもまだ使ったことはないんですけど、後ろから車が来てる時にこっちのスライドドアが開かないよっていうやつなんですけど、これもまだ使ったことはないです、うんうん、でこのパーキングサポートブレーキっていうのもさっきついてるっていうお話やったんですけど、これ何かっていうと、後ろにこう行き過ぎた時とかに自動で止まるんですよね、パーキングしてる時に、うん、ガガガってなって、うんうん、で、これね家の車庫とかでもなる、あ、なってたな、駐車する時家の車庫とかでも毎回なるから、もう最近常時オフにしてます。なるほど、うん、せっかくつけたけど、まあ、常時オフに せざるを得ない、これ車庫によると思います、まあ、っていう感じで、ここまでがトヨタチームメイトと、あとブラインドスポットモニターある、うん、まあ、この辺はあってもいいし、うんうん、なくてもいい、うんうん、次ディスプレイオーディオね、うん、これはやってよかった、めっちゃ良かった。え、これあれじゃん、うん、結構迷うんじゃん、大きいのにするのかちっちゃいのにするのか。そう、最初でも、もうディスプレイオーディオ別にいらんかなって思っててんけど。あ、そうなの。正直、へえ、うん、普通にナビはついてんねやんか。うんうん、逆にそのちっちゃいサイズがどれくらいなんか分からへん。8インチやったかな、結構ちっちゃい、結構ちっちゃくなる。これ今枠ギチギチのディスプレイなんですけど、うん、結構ちっちゃくなって、でさらにナビが使えない。それは困るそれは困るな。そうなんですよ、そこが困るポイントで、うん、Apple CarPlay には対応してるんで、Apple この iPhone を挿してナビとして使うみたいなことはできるんですけど、なんか最近、うん、車屋さんとかでもさ、よく言うけどさ、うん、もうそれが普通なんやな。それが普通らしい。ナビをこうはめるとかじゃなくて、うん、もう携帯と連動させて使う iPod みたいな感覚みたいな。でナビ使いたいじゃん、確かに確かに。ナビ使いたいのと、まあ、他いろいろディスプレイが大きくなったりするっていうのでね、うん、つけました。これにすることによって、スピーカーがね12個になりました。すごいすごいな、うん、いいよ、シナプシュシナプシュシナプシュ、早くシナプシュ。テレビプラス CD プラス DVD デッキということで、うん、DVD が一応見れるようになってるのと、テレビが見れるようになってますっていうオプションなんですけど、うん、DVD はね、 DVD もテレビもなんですけど、走行中には見れません。まあ、そりゃそうやな、うん、はい、ということで、走行中テレビとか、うん、あと DVD とか、うん、そういうのが見れないというところをね、なるほど、
解消するアイテムがございます、うん、僕運転するんであれなんですけど、伊豆がこう横乗ってる時とかなんか見たいっていう要望がね結構あって、本気でこれは欲しかったやつ。なんか頑張ってこうなんか iPhone をさ、つけるのもなんかちゃうしな、この車になんか取り付けるやつあるやん、iPhone をスタンドやろ。そう、あれをここにつけるのはだってこんな大画面かんねんでなんかちゃうやん。せっかくやったらこれで見たいよ。そうっていうところでですね、うん、こちらコマストっていう機械なんですけど、はい、こちらですね、簡単に言うとこのでっかいナビをアンドロイド化しちゃおうっていう機械でですね、走行中にネットフリックスだったりとかアマゾンプライムビデオだったりとか YouTube も見れるようになります。すごっ。開けるとですねこちらですね、割と、軽量でコンパクトな丸い機械が、ちっちゃ、そうなんですよ、こんなちっちゃいんや、1個入ってるんですけど、うん、こちらをですね、ナビに差し込むだけ、ナビにというか車にね USB でつなぐだけで、設定が完了してしまうということで、一応付属品としてね線、接続するための線とあと説明書と、ここにね SIM ピンを挿すところがあって、ここを取り外すと普通にデータ通信可能な SIM が機械に入れれるようになります。それをすると、この機械単体で通信ができるようになるんで、デザリングとか Wi-Fi に接続が必要なくなるというところでですね、今回はデザリングでやるんですけど、ちょっと接続していきたいと思います、はい、ノアの場合はここですね、ここなんか簡単に外れるようになってるんですけど、ここを外すと USB のタイプ C とタイプ A の差し口が1個ずつあります。このタイプ C の方なんですけど、これは充電専用みたいなんで、ナビとつなぐのは実際にこっちですね、タイプ A の方なんです。これも付属でついてます。でこのままですねここに差し込みます。そうするとタイプ A と C の差し口が2本出てくるんですけど、こっちを機械に挿して、こっちは電源を取るための線なんで別の USB のタイプ A の口に挿します。機械の裏面にこれを接続して、そうすると赤く光るんで、これが青く光ったら接続完了ということで、もう設定的には本当にこれだけです。こうスライドしていくといろんなアプリが出てくるんですけど、ほとんど初期アプリ今入ってる状態で、プライムビデオだけ、インストールしました、とりあえず、インターネットに接続しないといけないんで設定をして、このネットワークとインターネットのところから Wi-Fi を設定すると、これで、もう基本的には使えるようになります。例えば YouTube、インスト祭りや、インスト祭り、こんな感じで、結構ねタブレット感覚で使えるようになります。すごい、すごいなこれ、iPad って感じやな。ナビ用にリサイズされて使いやすいようになってんねんな、こことかも、綺麗に大画面の私が映っております。あ、画質とかも設定できる、高画質にしてみたら、高画質にしとくわ。すげえ、めっちゃ綺麗に見えてる。すごっ。運転する人はこうナビ注視して運転したら違反になるからあれやけど、横乗ってる人めっちゃいいな。めっちゃいい。これ後ろのモニターもつけてたらめっちゃ良かったよな。え、つけられへん、なんとから。わかる、つけれると思う。じゃあつける。オプションはしょい。半分 YouTube の半分プライムビデオなんてこともできちゃう。この使い方ができるっていうことはちょっと今はやらないんですけど、ナビと YouTube を見たりとかそういうことがねできちゃうんですよ。Android なんで Google Play Store から好きなアプリをダウンロードしてこのナビに追加していくことができます。じゃあ太鼓のドンもできるもん。太鼓の達人もできるよ、もちろん。見て見て、太鼓の達人、ほら太鼓の達人インストールして、インストールするわ、子供ある人とかもさ、暇つぶしとかで遊べるような 大画面で全然打たれ全然打たれへん。下手くそやったよ。これは決して、この機械が悪いわけではありませんよ。この画面が悪いわけではないです。いつの指先が悪いってこと？
このアプリあんまり向いてないんや。え、スタバとかもインストールできるんや。できるで、これで旅先のスタバどこにあるかっていうのも確認できるし、しここで買えちゃ う車。え、車でドライブスルーで買えちゃうの。買えちゃう。こちらのコマストっていう機械ですね、Apple CarPlay っていう最近のこの接続したらスマートフォンとつなげれるみたいなタイプのナビやったらつなげれますと、まあ、つなげれるかどうかの車種とかはね、ちょっと購入ページから確認していただきたいんですけど、まあ、一応 CarPlay 対応の車やったら接続できるということで、我々もね結構、長距離のドライブとか、多いので、いやめっちゃ探してたよな、ほんま正直。どうしなんかな、ね、長距離行ったりするから、やっぱどうしても横乗ってる人って、めっちゃ退屈なんよ。もう携帯見てるか撮影してるか寝てるかになるから、なんかよりなんかドライブがね、こう楽しくなる一品ではないでしょうか。確かに横の人が特に嬉しい。これな、この商品概要欄から購入できるんで、気になってる方はチェックしてみてください。快適利便パッケージ何かというとですね、ハンズフリーデュアルパワースライドドア、でパワーバックドア、ナノEX ステアリングヒーターキャプテンシート、でシートヒーターとオットマンで、角度調整付きアームレストっていうのが全部セットになった、なるほどなるほど、利便パッケージなんですけど、これはねすごくつけてよかった。確かによかったと思う、まあ、後ろのねオットマンが、オットマンって足のやつね、で充電器タイプ C が2個ついたりとか、あとは後ろのバックドアの巻き込み、挟み込み防止機能と、あと停止位置がこうメモリーできるっていう機能とか、まあ、とりあえず後ろの2列目のシートが、ちょっとすごくなるよっていうパッケージです、基本的には、あんま後ろ僕乗ることなかったんですけど、いやけど師匠が生まれてばっかりの時とかはやっぱ横に乗ったりする機会が結構多かったからさ、そういう時は確かにめっちゃ楽やった。そうやな、これはあってよかった、すごく良かった。でちょっと長距離で運転する時とかな、交代する時とか後ろで全然リクライニングして寝転べるやん。 そうね、それがな、ほんまにちょっとしたファーストクラスの飛行機の席ぐらい、乗ったことないけどぐらい広いんじゃないかっていうイメージ。そうやから我が家ではこちらファーストクラスのシートとなっております。2列目が特に、メーカーオプションは終了です。で、あとつけてないんですけど、つけたら良かったなって思ったのが、後ろのスライドドアを開けた時にステップが出てくるやつ。あ、大人2人で乗るんやったら別にいらんやと思ってたけど、今あったらな、今となってはあったらよかったなって。これ多分ね、オプションの金額もそんなにめっちゃ高かったわけじゃないと思うんですよ。確かにちょっとここに手すりあるからさ、やっぱ1段あったらこうちっちゃい子やったら登りやすいかもしれんやんな、持って。そうね、あとはチャイルドシートに乗せるときとか、こう踏めるところが一段あったらすごい良かったかなっていう。確かに、あるかないかで言われたらあった方がいいよな、絶対な。あった方がいい、これは。うん、あとは付属品っていうか、ディーラーオプションって言われるやつで、フロアマットとか、あと室内カーテン、でサイドバイザー、ドライブレコーダー、ですね。まあけどカーテンもあってめっちゃ良かったと思う。カーテンあってめっちゃ良かった、カーテンが唯一そのつけたディーラーオプションぐらいなんですけど、これはすごく良かったですね、カーテンつけて。普通に師匠の日よけにもなるし、やっぱ夏とかこれからなってくると日差しがやっぱめっちゃ入ってくるんよ、入ってくる。でそうなってくるとな、このなんていうキュッて上げるタイプのさ網みたいなのあるやん。ある、これもともとついてるやつ。そう、これじゃやっぱり塞ぎきられへんから、やっぱ日よけあってよかったなって思う、めっちゃ。そうなんです、まあ、それ以外にも車中泊もできるし、授乳とかな、もしするってなったらさ、そういうのでも周りの目気にしんといけるやん。確かに、そう、子供ちっちゃい子がおる人とかやったらさ、子育て世代に優しい。そう、すごいいいなと思った、これをつけて、ありがとうございます。ありがとうございます。これは車中泊しようと思ってつけたってことなの？これは車中泊を前提でつけたやつです。どうせ後でつけなあかんねやったら最初からつけといた方がいいかなと思ってつけました。なるほど、これはマジ正解、つけてマジ正解やった。オプションはこんな感じですというところでですね、つけてみた結果使わなかったものも結構あるんですけど、もう一回多分同じ場面になったら僕はつけると思います。やっぱ新車買うってなったらせっかくやったらつけちゃうよ。そう、でつけた方が今後から、うわあれつけへんかったらよかったって絶対なるんやったら、後からつけられへんやったらもうつけといた方がいいと思う。うん、
そうなんです、ね、大してそんなそこまで変わらない値段も1個やめたからとか2個やめたからぐらいで2個やめたら結構変わる。オーマイガーだって全部くっついてくるわけだから1万円ぐらいのオプションじゃないそんな金額じゃない。あ、そうなん、うん、まあ結果的にはつけてよかったなっていうところあるんですけど、使ってないものもあるよというところでね、参考にしていただければ幸いですというところです。なるほど。あ、北海道連れてけ言うてる。お前、お前北海道って言ったよな。今札幌って言った。ハンバーグ、ハンバーグ。ちょっと意味わからない動画なんですが、お昼ご飯食べていきたいと思います。散歩行こう、散歩、散歩行くと、はい、散歩行くと、はい。やっぱり暑い夏はつるっと丸ごめ。うわ、これはひどいわ。ちょ、飛んでる飛んでる車に。これ、うどんどこにあるん。あ、じゃ、うどんここに乗ってるん。どっか行った、どっか行った。よし、食べるぞ、お昼ご飯食べるぞ。今ね、車のね、何の動画だったっけ。いただきます。うん、おいしい、めっちゃおいしい。